の久保田です。今回はですね、ちょっと教え方で気になることがあるので、お話したいと思います。ですね、私のところに連日のようにですね、福岡県外の方がレッスンを受けに来られます。で、その中のほとんどの方がですね、大体同じように教えられてるんですよね。例えばフォアハンドだとすると、まあ、ストローク全般、前足にこう体重をかけるとかね、で、体を回すとか、ラケットを大きく振り上げるとかっていうアドバイス、あと打点を前の方で取るようにっていう、アドバイスをされてる、生徒側の方がレッスンを受けに来られます。で、その癖が結構強いというか、もうそればっかし教えられてて、何かミスするごとにそのことを言われたりするらしいんですよね。ちょっと打ってミスしたらもっと前でって言われたりとかね。で、ちょっと動いてって苦しい時に体が回せなかったりすると、もっと体を回してって、苦しくて回せないのにもっと回してって言われるとかね。で、そういう、アドバイスをするコーチがほとんどというかすごく多いですよね。コーチの球出しだったらそんなに動く距離もなかったり、来る方向は分かったりするんで、足を止めて体を回したり体重前に乗せたりとかっていうのはやりやすいと思うんですけども、打ち合いとかになった場合にそれってやりにくいと思うんですよね。だから、私のレッスンを受けに来られた方で、じゃあちょっと打ち合いしようかって言ってやりやすと、全然なんかもう間に合いそうにないのに無理やり体を回そうとしたり、振り上げようと、振り遅れてるのにさらに振り上げようとしたりとかね。あと、もうどんどん前の方へ取りすぎて、体が開きすぎて、腕がもう胸でこう動かす、胸の力で動かす腕じゃなくて全然違う腕で振り上げてるとかね。で、この辺がブラブラしてなんかわかんないとか。で、そういう方がすごく多いんですよね。で、そういう方に、じゃあちょっと、そういうその苦しい場合はどういうふうに教えてもらってるのかって聞くと、みんなそんななんか状況の、教え方はしてもらってないって言うんですよ。で、そういうその状況の時に、苦しい状況の時に、じゃあどういうふうに打てっていうふうに、教えてもらってるんですかっていうふうに聞くと、そんなのは教えてもらってないって言うんですよ。もうミスすれば体を回してないからだとか、足を止めてないからだとか、前の方で取ってないからだっていうふうに、言われるだけで、私が教えてるように横向きのまま打っていいとか、足は止めなくていいとか、そんなに振り上げなくていいとか、で、そういうことは一切言われてないですっていう方が多いですね。ほとんどそうですね。で、やっぱり状況をよく考えて、コーチ側の人は教えるようにしていただきたいんですよね。余裕があるときに足を止めて踏ん張って前に体重をかけて、で、振り上げて体を回してというのは、余裕があるんだったらね、それは別にいいとは思うんですけれども、余裕がない状況でそれをやってる生徒を見たときに、それをやってないからミスするんだっていうことはちょっと言ってほしくないんですよね。だから、それは苦しい状況、苦しい状況なりの打ち方っていうのが私はあると思うんですよ。なので、その状況によって動きを教えるっていうことをやっぱり勉強していただければいいと思います。でないと、もういつまでたってもね、生徒は一生懸命やってるばっかりで、なんか筋力が足りないからなのかとか勘違いしてる方もいましたからね。トレーニング、どういうトレーニングしたら、体回せるようになるんでしょうかみたいな、そういう質問された方も中にはいるんですよね。でも、そうじゃないんですよ。そういう時は体は回せなくていいとか、体重も前にしなくていいとか、歩きながらやっていいとか、腕はそんなに上げなくったってラケットフェースがこう立ち上がってくれれば、これで球ネット越しますからね。腕上げなくてもね、腕上げるって大変ですからね。体を回すって大変ですからね。すごい大きな動きなので、でその辺を、余裕がない時にさせないように。で、生徒側の人も、やっぱりもっとガンガン効かないといけないですよね。例えば体を回すようにって言われたら、あ、それは簡単な時にやるんですね、と。
でも走っていったらそれできないんですけどと、走っていったり、相手の球が速い場合というのは、そこまでする時間がなくてできないんですけどとかって言うといいと思います。っていうと、これ言って聞いたって方もいたんですよね。で、早くて間に合わないんで時はどうすればいいんですかって、制御側の人がコーチに聞いたら、もっと早くするんだよみたいな。速い球来たらすごく早くすればいいでしょみたいな。で、その練習してないからだみたいな風に言われたらしくて、じゃあその早くする方法をまた聞けばいいんですよ。そこで終わらずに、あ、じゃあ早くすればいいんだって、それで終わらずにですね、じゃあその早くする方法をじゃあ今教えてくださいって生徒側の人も聞けばいいんですよ。で、コーチ側の人もそれを教えないといけないんです。そういうことですよね。それなのにその辺こう何も言わずに、それではいはいで終わってしまう、生徒側の人とコーチ側の人はちょっと まずいですよ。何にも解決しないですからね。誰も上手くならない会話になってしまう。なので、ちょっと状況をよく考えて、私の場合はだから一番こう厳しい状況のことを考えて教えてますからね。走ってって苦しい時にもできるように、だし相手の球が速くてもできるように、相手の球がちょっと癖がある球を打たれたとしても合わせることができるようにとか、いろいろその辺考えながらやっています。で、大体ですね、悪い状況、もうより悪い状況の方から考えていった、方法、打ち方っていうのは、余裕がある時も使えるはずなんでね。っていう考えを私はしています。なので、できればそっち側を先に、スクールの場合は教えていただきたいんですよね。体が回せない時、体重前にできない時、止まれない時にどうすればいいのかっていうのを教える方がいいと思います。皆さん普通のそのスクールだと、もうなんか、ベストショットを先に教えますよね。ベストショットというか、最もいい、打ち方というか、思いっきり体を使った余裕がある打ち方をなんか嫌いに教えようとしますよね。でも、それ、役に立たないのはわかりますよね。例えば、初級だったら、じゃあちょっと、初級の方同士でラリーさせてみたらすぐわかると思うんですよ。打ち合いしたらそんな余裕ないですよね。だからコーチが球出しして、あ、じゃあこうやって振り上げてとかってやってるやつなんか、生徒同士でやったらもう一発もでき、一回もできないですからね。やろうと思ったら空振りですよね。だからそれを見ればもう分かると思うんですよ。初級同士の打ち合いを見たら、どういう打ち方が必要なのかっていうのが大体分かると思うんですね。体を回して足を止めてで、こう振り上げるのが本当に必要なのかって考えれば、そうじゃないっていうのは分かると思うんですよ。そんなことよりも早く構えといて、あまり体を使いすぎないように、必要なところだけ、私が言う必須の動きだけ、やるとかね。そういうところは大事だと思うんですよね。それをやることによってある程度球が打てるようになると。で、余裕ができたら、体を回したり体重をね、いろいろいじったりとかっていう風に、っていう手順を踏めば私はいいと思います。ただ、私のレッスンを受けに来る方っていうのは、まあ、ちょっとこのチャンネルでそういう私の動きを説明してるんで、あ、今の教えてるコーチと全然違うと。で、なんかできそうっていうことで、おそらく皆さん来られてると思うんですよね。なので、ぜひですね、各スクールのコーチは、教え方ちょっと参考にしていただいてですね、悪い状況から考えるっていうふうにしていただければいいと思います。で、やっぱり動きを教えるっていうことなんで、技術ですからね。その、頑張りとかじゃなくて、間に合わないんだったら急げばいいとか、そういうのじゃなくて、間に合わないんだったら間に合いそうな動き、間に合うような動きを教えないといけないですよね。例えばラケット引くときにこうやって引くよりは、こうやって引いた方が早いですよね。っていうふうに、ね、これもまずいですよね。こんなやって引いてもまずいし、こう行っていくのも上通ったら時間かかりますからね。上も横も。それも一発でスッと後ろに引いた方が早いですよね。だからそういうこう、間に合う動きを教えるとかね。で、頑張りとか、集中してないからとか、集中してないからというコーチも結構いますよね。で、そういうのは、お金を取って言うことではないと私は思うんですよ。
あのスクールでレッスン代というふうに取ってますからね。でそういう場合というのはやっぱりそのそれなりの技術を教えないといけないのに、もっと頑張れとか集中しろとかそういうことであの型をつけないようにしてくださいね。もうそれ本当よく聞くんですよね。あの移動が遅いからだとか、いやそれは分かってるんです。でなんで遅いかを教えないという。でそのそこまで行って間に合わないのだったらね、遅いのは遅いからっていうのは誰だって分かりますよね。でも遅いから間に合わないんで、もっと頑張って早く行ってとか、すぐ反応してとかね。でそんなこと言っちゃダメなんですよ。だから早く行く方法を教えないといけないっていうことです。これもやっぱりこう生徒側の方も納得しないようにね、そういうことを言われて、ああそうですよねとかって思わないようにしてくださいね。それはあの教えられてないですからね。ちゃんと具体的な方法を教えてもらうように質問してください。で何かわからないことがあったら私のこの、チャンネルの方にコメントを打っていただければいいと思います。こういうふうにコーチに言われましたとかね。でそれに関しては私があのちゃんと、いやそれは違うとかそれはいいとかいろいろ話すことはできると思いますので、どういう指導を受けたかとかっていうのを、ちょっとどんどん質問じゃない質問でもいいし、コメントを打っていただければ。でそれをたくさんみんなねその情報を共有して、あ自分が教えてないっていう気づくコーチもいるかもしれないし、まあ、教えられてないっていう生徒側の方も気づくかもしれない。で、できるだけその解決方法を私は、動画で配信していきたいとは思っておりますので、どんどんコメントください。今回は以上です。